ハンマ先生のお気に入りですね。ハンマ先生のはね、食事を注文するときの、こうして忙しいときにね、これがいいんですよね。この、プチママ。プチママというのは5日間で材料を送ってくれるんですね。2人分で、私1人で食べるんで。5日間で5140円、5日間ね、6日間でね、月曜日から6026円ですね。材料を送ってくれるんですよ、野菜とかね、いろいろあってね、楽プチもいいし、まあここら辺がね、5日間で5440円って感じです。楽プチ6日間ね、2食ずつなんで、2食は最低なんですよね。それで、まあ、1日2食分食べておくと楽なんで、体調悪い時はこれでね、栄養バランスのいいのを宅配してくれるんですよね。毎日宅配してくれるんですよ。これね、非常にね、で、これ単品ですよね。単品は1個1個できないのか。単品も2食か。ね。これ月曜日食べますね。これ定番ってやつですね。4日間定番。これは同じもんなんだな。これは変わるわけですね。定番。ね。こういろいろ変化があって、定番で決まったやつですね。いろんなのがあるわけです。こっちからするとね、月曜日から金曜日までやって注文して、まあ3万円で足りるんだね、これね。1ヶ月安い、非常に便利です。毎日新鮮なのを配達してくれるんですよね、これね。これ定番でね、注文するわけですね、これはね。これなんか740円とかね、1食ね、こういうふうに注文できるんですよ。で、これね、材料だけなんでね、自分で作らないといけないんですけどね。結構いろいろバランスがあって、これは何だろう。こうバランスね、月曜から。忙しくなったらね、ここでちょっと注文して、栄養のバランス。ね、1年間ぐらい注文してもいいですね。お弁当ですね、1193円。これは簡単でいいね。お弁当だから、ちょっと待ってね。お弁当は簡単で作ってくれるから、それはこれでしょ。チーズ、これを毎日いろいろ注文してからいいわけですね。チーズトマト煮とかね、ご飯はついてないんで自分で炊けばいいわけですね。つけてもくれると思うんだけども、自分でね、おかずだけですね。こうでしょ。これ1日に2つ、どれかが2つ注文してでしょ、いくらなのかな、1260円かける2で、で、かけることの30日でしょ、7万5600円ね。これ2つ、76,500 ですね。まあ、非常に
簡単でいいの、これ好きなのを選んでとかね、うん、これいろいろあるね。あ、これだけど、あ、これは個数1個なんだね。うん、これは2食分だからね。販売は先生の食事のメニューですね。ね、別にこれはないのかな。これもある意味あるね。結構いいね。定番とこのこれですね。変えてくれるのはいろいろ変えてくるのはプチママかプチママラクプチね。ラクプチってどうなるのかな。ラクプチってどうなってるのかな。予算はあんまり変わんないね。ラクプチ、ラクプチでしょ。値段あんまり変わんないけど、どうなんだろうね。普通なんか水曜日から調理20分ってね。栄養セーブね。とろり。これメニューがいろいろ変わるんだね。これで、ね、これでコースがあって、これちょっと、まあ、トップに戻るのね。ユシケイさんね。うん。チーズの牛肉ポテトってね。栄養士がついてるからもう非常にいいですね、これね。まあいつも日替わりなんですよね。これ楽だね。これ定番でしょ。やっぱこれね、楽プチプチママですね。うん。そのメニュー変わるからね。5日間だと6日間でしょ。日曜日はないんだね。うん、これで簡単に注文できるんですよ、ね、簡単に僕に登録されてて、うん、あ、これ1週間に1回かな、配達、ね、まとめて。宅配ボックスみたいなのを置いてくれるんですね。そこに入れてくれるんですね。玄関のところにね。これはありがたいよね。女の人もいいですよ、これはね。簡単で。手頃だし、これ一番これが手頃ですよね。宅配のね、栄養士のついた栄養バランスのいいやつね。これは毎日変わるんだから2でしょ、うん、あんまりやると余っちゃうからね、食べきれなくてね。だから同じものだけでもことことから2食分食うから、うん、これだけ入れとくと栄養がうまく取れる。これも本当に前私ちょっと病気になった時にね、これ注文したんですね。風邪かなんかひいててね、うん、でこれはね、定期的に注文しないといけないんですよ。半年か1年はね。それで他でしょ、あと両方これでしょ。商品一貫ってね、
は一巻か。今まで一巻なんだ。これがメイン。なんかいろいろワインとかいろいろあったんだけどね。いろいろね。どこだったかね。ね。これ見てて。ね。医療契約、ちょっと見たかな。医療契約ですね。これちょっとコピーして。この医療契約、以下、本契約、といいます。は、無指定開発株式会社、以下、同社、といいます。まこの上にサイト上で提供するサービス、以下、本サービス、といいます。の利用条件を定めるものです。本サービスを利用するすべてのお客様、以下、利用者、といいます。は、本契約の内容に同意いただいたものとしてご利用いただきます。利用契約1企業の金融機構の本サービスのご利用にあたり、以下の声を記入させていただきます。金融機構に該当する声を確認した場合、本サービスの利用の予告なくお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。1. 当社または第三者に、国もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為。2. 当社または第三者の財産もしくはプライバシーなどを損害する行為、または損害する恐れのある行為。3. 他者のありすまし。4. 法令または行動領得に違反する行為、またはその恐れのある行為。5. 本サービスの運営を妨げるまたは妨げる恐れのある行為。6. その他、当社が適切と判断する行為。企業の知的財産権本サービスのすべてのコンテンツは、当社もしくは、委託先などが著作権などの知的財産権、使用権、その他の権利を有しています。法律によって認められている範囲を超えて、無断で使用することはできません。3企業の面積貿易、同社は、本サービスに掲載されている全ての情報の最新の注意を払って作成しておりますが、その完全性、正確性などに関して保証するものではありません。2同社は、利用者への予告なしに、本サービスの運営を停止または中止、または本サービスに掲載されている情報の全部または一部を変更する場合があります。3利用者が本サービスをご利用されたこと、または何らかの原因により、ご利用できなかったことにより利用者に生じる一切の損害を4第3者によるデータの書き込み、不正アクセス、発言、メールの送信などに関して生じる一切の損害について、同社は責任を負うものではありません。本企業の利用規約の変更同社は、本規約を利用者への予告なく変更する場合があります。本企業の順調法4管轄裁判所本サービスを4本規約の解釈を4運用は、基本法に準拠します。プリセットもあるね。また、本サービスを4本規約に関わる運送は、地方発行裁判所第1審の全国管轄裁判所とします。今日のレシピはこういうのだったのね。うちママがこういうのだったね。こういう種類が6品あるわけですよね。月から土曜日、月火水木金土ね。これが、ね、これマグロ丼ね。マグロ丼なんかもある、ねね。これは2食ずつ、ね、配達されるね。こうはね、うん、ちゃんとメニューがちゃんと美味しそうですね、これね。バリューセットってのはどうなんだろう。バリューセットはちょっとね、テラリッチなのかな。あとクイックダイニングっていうね、ね、ちょっと贅沢になってくるのがね。ね。これは何だろう、スマイルパンセットって。これはこう、ね、こういう材料を送ってくるんですよ。これ、ね、バランスがあるんで。定番ってなんだね。定番はこうだな。1、25、定番、うん、ね、3週間分のレシピ紹介だって。まあプチママは普通でしょうね。手軽だからね。これだからいいね。
結構しっかりしてるよね、これね。こう、結構しっかりしてるよね、これね。ということですね。あんまり岩先生のめんどくさい時の食事ですね。めんどくさい時の食事。これ、栄養バランスいいんですよね。で、手軽です、これ。で、買い物行かなくていいんだよね、全然ね。食事の買い物。これ、全部ね、運んでくれるんですよ。朝週に1回まとめてね、1週間分ね。で、冷蔵庫の中に入れておけばいいんです。これ6品ね。で、2食ずつ来るんですね。だから男に向いてるね。2食からだからね、ちょうどいいんです。2食だと1日3食でね、うまく食べるんです。配達料込みだから、ね、お得。こうとかいくらですね。これはここですね。うん。これはもう一回注文するかできないね。うん。こうですよね。UCK の栄養士でしょ。吉井では国家資格、管理栄養士、取得者10名を含む総勢28名もの栄養士が活躍しています。吉井の年は専属の栄養士によって栄養バランスはもちろん、素材の季節感、ボリュームなども考えて作成されています。さらに、メニュー開発部内の部署でも、栄養士の視点を生かして写真の撮影、商品開発、新規事業の開発、広報など様々な活動に携わっています。ここでは、吉井が誇る栄養士たちのお仕事を紹介します。これないよね。元気なシニア世代に向けた和食中心メニュー、色の豊かなこだわり素材で食を楽しみながら体のこともきちんと考えたい料理おすすめです。素材にこだわり手作り和風おかずのリアンと、お手頃価格の手作りおかずのアロニ、一人用から手軽に楽しめるアロマのほか、好みや用途に合わせて選べ単品メニューの彩りをご用意。心と体をいざわる和の彩りをお許しにください。健康的な食生活をサポートします。2食セットでご利用いただけます。マルカロニー、240kcal プラスマイナス 10%、1食あたり。1日に必要なエネルギーを1650kcal、50から69歳女性。活動量、お昼、とした場合、1食のエネルギーは550kcal になります。ご年入しご飯 170g、286kcal、プラスおかず、240kcal プラス。ご年入しご飯用意量、食事摂取機能、2015年は、参考資料の食塩相当量、2g以下、1食あたり。1日の摂取食塩相当量、目標量、7g未満、50歳以上女性を基準、2g を設定。ご年入し厚生労働省の日本人の食事摂取基準2015年版参考資料が糖質 15g 以下1食あたり。フリーダイヤルの栄養相談にも対応していますので食、ね、ということですね。どうもありがとうございました。半間岩先生の好きな食事のデリバリーですね。デリバリーというか、配信メニュー配達してくれます。そんなことで